葛飾北斎が、絶切れスズメ、川鍋京斎が、絶切れスズメ、思いつつら下切りスズメとは、日本のおとぎ話の一つである。昔々あるところに、心優しいおじいさんと、欲張りなおばあさんの老夫婦がいた。ある日、おじいさんは、怪我をしていたスズメを家に連れ帰って、手当てをした。山に帰そうとしたが、スズメは、おじいさんにたいそうなつき。 おじいさんもスズメ二条が移り、名をつけて、可愛がることにした。しかし、スズメをめでるおじいさんの様子を、おばあさんは面白くなく思っていた。おじいさんが出かけたある日、おばあさんが、井戸端で障子の張り替えに使うために作った海苔を、スズメは食べてしまった。怒ったおばあさんは、悪さをしたのはこの下かと、スズメの舌をハサミで切ってしまい、痛がるスズメにお構いなしに、 どこにでも行ってしまえと外に放ってしまう。そのことを聞いたおじいさんはスズメを心配して山に探しに行くと、藪の奥にスズメたちのお宿があり、中からあのスズメが出てきておじいさんを招き入れてくれた。スズメはおばあさんの海苔を勝手に食べてしまったことを浴び、怪我をした自分を心配して探しに来てくれたおじいさんの優しさに感謝を伝えた。 そして仲間のスズメたちと大変なご馳走を用意してくれ、歌や踊りで時が経つのを忘れるほどもてなしてくれた。帰りにはお土産として大小二つのつづらが用意されていた。おじいさんは自分は年寄りなので小さい方のつづらで十分と伝え、小さなつづらを背負わせてもらい、家に着くまでは開けてはならないと約束されスズメのお宿を後にする。 家に帰り中を見てみると金や銀、産後、宝珠の玉や小判が詰まっていた。欲張りなおばあさんは大きなつづらにはもっとたくさん宝物が入っているに違いないと、スズメのお宿に押しかけ大きい方を強引に受け取る。スズメたちから家に着くまでは開けてはならないと言われたが、帰り道で待ちきれずに約束を破りつづらを開けてみると中から血み毛量や 虫や蛇が溢れるように現れ、おばあさんは腰を抜かし気絶してしまう。その話を聞いたおじいさんは、おばあさんに無慈悲な行いをしたり、欲張るものではないと悟した。さるかに合戦や、カチカチ山など、多くの民話の類がそうであるように、この話も、本来言い伝えられてきたものは残酷で、グロデスクな内容を含んでいる。 老人は、スズメの宿を探すために何人もの人に道を聞くが、彼らは引き換えに、馬の血や牛の小便を老人に飲ませるなどといった場面がある。明治時代以後、子供にふさわしい物語とするためこうした過激な部分は削除され、おとぎ話としての形が整えられた。このように、おとぎ話は、時代背景や世相に伴い、内容が改変されていくことが多い。 江戸時代の赤本や明治時代の岩やさざ波によって広く知られている昔話だが、その影響でないものも各地に存在する。宇治周囲物語の腰折れズメは法音単として捉えられるが、下切りスズメは試練を得て、異教を訪問するので似ているが、話の源が違うと考えられる。またその他の話として、高校メ、スズメの祖骨、スズメの仇打ち、 スズメ酒屋などがあり、米、穀物の将来、管理に、スズメが関わっている場合が多い。太宰治オサが1945年に執筆した、おとぎ造紙の中に、下切りスズメが収録されている。おとぎ造紙は、中期太宰文学特有のユーモアに富んだ語り口で、おとぎ話4編を、太宰流に解釈し直した作品である。ありがとうございます。